石本みゆきは日本の作詞家。本名はみゆき。昭和の歌謡界を代表する作詞家の一人である。広島県大竹市立とい読み。幼少から津田をわずらい、家に閉じこもるような生活を送る。聖果は宮島や板島など、瀬戸内海を見渡せる風光明媚な場所に立ち、幾分救われる。そばにある文学はすべて読んだが、 中でも、北原白州やゲーテを読みふけった。1944年、海軍大竹海兵団に入隊するが、すぐ体調を崩して、岩国海軍病院に入院。慰問に来た、庄司太郎の歌声に戦争に傷ついた兵士たちが、瞳を輝かせるのを見て、歌の魅力を知った。戦後、作詞をはじめ、高橋菊太郎が主催する、歌謡道認し 歌謡文芸に投稿を始める。夢中になった、白州の詩、思い出の中の一編、ザボンの影からインスピーレーションを得て、長崎のザボン売りという詩を書き、同人詩に投稿すると、作曲家、江口義の目に留まり、1948年に、小畑実のの歌で、レコード発売され大ヒットした。1950年ぐれ、東京に住まいを移し、 キングレコードの専属となって作詞家としてのスタートを切る。翌1951年、作曲家、上原玄とに見込まれ共にコロンビアレコードに移ったことで、上原をはじめ小川正夫、船村通る、市川明介らの作曲家とコンビを組み、美空ひばり、島倉千代子、宮古春美らの楽曲を手がける。特に、美空ひばりには大ヒットとなる、ひばりのマドロスさん、 港町十三番地、哀愁鳩飛悲しい酒、人生一路などの詩を提供し、ひばり伝説の一翼を担った。美空ひばりには、約200作を提供。加藤和也は、母は最後まで石本先生の歌を大事にしていたと、話し、ひばり自身が選ぶコンサートの曲には必ず、石本作品があった。他に、遠藤実らと、小窓り姉妹のデビュー。 浅草姉妹等も手掛けている。創作詞作品は3,500曲以上にも及び、作詞界の大御所的存在だった。他の代表曲には、故郷の窓から遠い空を思い続けた少年の日を思い出して書いたという、憧れのハワイコーロや、バラを召しませ、陽気なハーモニカ娘、こんなアーベック見たことない、渡り鳥いつ帰る、会いたかったぜ、東京の人さようなら、会いたいなあ、あの人に、 騒乱渡り鳥、十国峠の白い花、女の海峡、大ちゃん数え歌、長良川演歌、矢切りの私、河内男節、女の旅路などがある。長良川演歌、矢切りの私は2年連続の日本レコード大賞の偉業だった。坂場一人は1992年に本作史大賞グランプリ。このか、旧八小学校校歌、瀬戸川中学校校歌、 八本松中学校校歌、鳴子等学校校歌、四谷大塚進学教室の歌、広島東洋カープ応援歌、燃える、赤ヘル僕らのカープ、株式会社第一交渉者か、明日を作る、等も手掛けている。1998年、君三等随法賞受賞。晩年は、糖尿病に悩まされた。2009年5月27日午前0時50分。 病気のため、横浜市内の病院にて生居。85歳没。法名は、絵学院尺準備。作詞家を志す、更新の育成を目的として、歌謡導入し、新歌謡会を主催した。1952年6月23日発行の、創刊号から1982年8月20日発行の、第171号で廃刊となるまで。 満三十年に及ぶ長きにわたっての活動であった。ここから星野哲郎や松井ゆを、八丹富士を、田中幸雄らをはじめとする多くの優れた才能が世に排出されている。日本音楽調査権協会理事長、日本音楽作家協会理事長、日本作詞家協会会長、日本音楽作家団体協議会副会長などを歴任し、 指摘録音録画保証金制度など音楽、著作権制度の整備、発展に尽力。面倒見の良さでも知られ、広く更新の指導にも当たった。亀井公園の篠の坂道。ありがとうございます。